ミルク坂上美のメンバーでございます。のーミルク里でございます。よろしくお願いいたします。ということで今日はこちらでございまして、ドン、大所地上シリーズレノファ山口でございます。よろしくお願いいたします。さあ、このシリーズもね、北から南までね、沖縄まで行こうということですけれども、今週ラスト山口まで参りましたね。そういうことでございますね。はい、カテゴリーを問わずですね、北から順にやってますけど、図解、世代、アンドポジション、分布ということで、どのポジションに何人、どんな選手がいるの、そして冬に向けてどうなっていくの、先生っていうことでしょ。ということで、すごい目見開いて言いましたね、はい、まさに今ね。言ってみましたよ。ということで、山口でございますよ。はい、うん、まあ、山口に関しては、はい、これもサポーターの皆さん、ちょっと今、うちのチーム大丈夫なのってことで、今ね、はい、残留争いしてるからってところはあると思うんですけど、はい、いやー、僕ね、ある意味で、いい時期なんじゃないかなって思います。いい時期。はい。うん。っていうのは一体何なのかなとか、おい、そんな残留争いしてんのに、いい時期ってなんだって思う方も、これから話すから、ちょっと聞いてって、とりあえず。なので、よろしくお願いします。はい。はい、それでは表、こちら、行きましょう。行きたいと思います。はい。てことで、まあ、表のね、見方から行きたいなと思いますけれども、はいはい、まあ、上のところには過去3年間の成績が載っていますよと。うんうん、そして真ん中の部分なんですが、はい、まあ、カラーリングの説明していきたいと思います。うん、まあ、例年やってますけど、はい、ピンクはゴールキーパー、青がセンターバック、はい、そして水色がサイドバックとか、ウィングバックになり、で、オレンジには守備的ミッドフィルダーですと。はい、黄色がオフェンシブミッドフィルダー、まあ、真ん中目なね、ミッドフィルダーの選手になりまして、うん、黄緑がウィンガーとかサイドアタッカー系で、緑がセンターフォワードタイプとなっています。はい、そして左横ね、ご覧ください。縦軸は年齢と生まれ年、そしてオリンピック世代のどこに属するか。そして下が、先生によるイン予想、アウト予想ということでね、これはお見立て名探偵も含みますし、はい、エビデンスのあるものないもの、はい、願望妄想も含むということですね。ということでございます。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、まあ、全体のところから、まあ、早速ね、何がじゃあいいんだよっていうところからお伝えできればな、なんて思うんですが、レノファに関しては、まず今年、去年に比べて、まず順位は上がります。はい、これ上の部分見ていただければと思うんですけど、はいはい、実は去年って降格なかったじゃないですか。あ、そうですね。はいはい。実は、去年の山口って、皆さん思い出してみて、まあ、逆に思い出したくはないと思いますけど、22チーム中22位だったんですよ。はいはいはい。今年はそこ以下は確実に上で上がるし、まあおそらくこの動画出る頃には残留とかの可能性は高いのかなっていう、はいはいはい、状況としてはあるわけです。はい、なんで、まず去年よりかは、まずはレベルは上がったんじゃないかと思っていただいていいのかなと思います。はい。はい、で、あと、レノファというチームって、はい、結構ほぼ問題なくこの年までずっとある程度上がり調子できたクラブなんですよ、まず皆さん。まあ思い返してもらいたいというか、まあ、見る赤でもね、よくあの時のレノファなんて言いましたけど。そうですね、最強時代のそのね、はい。JFL、J3、J2 までやってきて、うん、そこで一回壁に当たったってところは当たっ、はいはいはい、あったけど、うん、そこから下田モデルにチェンジしてやってきて、うん、じゃあどうやって J1 目指そうかってなったところで、うん、初めて順位がガクッとちゃんと落ちたんですよね。なるほど、なるほど。2019あたり。はい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 。そのフェーズだということですよね、今ね。そう。はい、ただ、やっぱ2019で落ちて2020ちょっと大変だったとかあるけど、はいはい、これよく思い出していただきたい。うん、皆さんに、うん。実はレノファって、てかもう分かってらっしゃると思いますけど、まず、あのレノファから、海外、代表生まれたわけですよね。オナイユ。はいはい、そうですよね。そうだそうだ。はいはいはい。で、結局今年、これ、いや、ね、ちょっと他のチームの方ごめんなさいなんですけど、移籍でガラッと変わったチーム、今年、はいはい、特に、はい、清水、うん、そして大分、はい、北九州、うん、さらに松本ってのが約半分ずつ変わったクラブなんですけど、うん、やっぱこのコロナ禍においてなかなかやっぱ戦術が組み上げられなかった。やっぱ練習時間とかもいろいろ大変じゃないですか。はい、そうですよね。そうなんですよ。で、それでいて、レノファも実はちょっとそれの前のところのフェーズで、うん、代表やら J1 やらってことでもうめっちゃ持っていかれたんですよね。はあ、はあははあ、チームが成長してくればこそですもんね。そう、だから要は、はい、今、レノファは、はい、16歳男子みたいなもんで、ああ、うまいことおっしゃる。今、成長痛な時期なんだけなんですよ。なるほど、なるほど。でも、だからよ、はいはい、ここまで聞いてほしいのが、うん、その過渡期にあってよ、ちゃんと今、怪我しちゃったけど、はい、世代別代表クラスの河野幸太選手が出てきたりだとか、はい、慶応からね、まあ、来年やってきますけど、大学ナンバーワンクラスのサイドバックが、レノファを選択してやってくる。なるほど。
で、こういうのはやっぱあの、その時期があったから、うん、今につながってるってのがあるので、はい、それをここからよりじゃあ、どうやって積み上げていくかってことに、これからまた着手できるのかなと思うので、うん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 、そこをこれからみんなで楽しんで見ていこうぜっていう、そこをしていこうぜって、はい。なるんじゃないかなと思います。なるほどね。あとはこのね、はい、あの、ポジションずつのところを見ていこうかなと思います。うん、はい。お願いいたします。はい。まずゴールキーパーでございます。うんうん、ゴールキーパー、まあそんなこと言っときながらなんですけど、はい、まずは皆さん、あの、争奪戦が起こりそうな人が一人います。はい。関健太郎さん。うん、ああ、正キーパーが。そうなんですよ。35歳。まあ、てか、彼、要はあの、渡辺さん、うん、まあ途中、シーズン途中まで率いてましたけど、はい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 、の、一緒に仙台やってた選手が来たって感じなので、うん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 、うん。で、だからレノバ来たけど、それこそ J1 でもできる人でもありますし、そ, うん、うん、それこそ大、セカンドキーパーとかであれば、それの経験も豊富な選手なので、はいはいはい、もうどことしてももう欲しいよってなるのはまあ、ただ、あとだからどこでこうブロックできるかどうかってことになりますが、そもそも吉光選手とかでこのチームやってたチームなので、うんうんうん、仮に抜けたとしてもまあ大丈夫っちゃ大丈夫ってところも僕はあるのかなと思いますと。はい、はい、うん、はい。っていうのがまずキーパーです。なるほどね。続いて今度センターバックです。うん、センターバック、実は、育ってるんですよ。育ってる。はい。はい。あの、あんまりこう、なんか本当にと思うかもしれないけど、うん、まあ今、ベテランで2人、菊池選手とね、上2人いますけれども、うん、思えば、その傍らで、ちょこちょこ時間積んで、センターバック、若手中堅組、リオ東京世代組が、だんだん育ちつつあるところがあるので、来年ここが花開く年になるんじゃないのかなと僕は思いますね、うん、山口の中で。うん、っていうのも、はい、あの、今年まではそのセンターバック、サイドバック、3バックやったりとか、4バックやったりとか、いろいろ、あの、いろんなことありましたけど、あの、そのおかげでそれぞれの役回りとかだとかも、こう、いろいろはっきりしてきたところもありますし、よりその、このね、今ボランチのところにいますけど、サイドの方で石川選手とか、やっぱ入ってくる橋本選手ってのが、はい、いわゆるアシストのスキルがちょっと高い、はいはい、かなり高いレベルの選手なので、うんうん、真ん中で彼ら、センターバックの方々が、いわゆるワンオンワンだとか、ツーオンツーだとか、はい、自分のもともと持ってるフィジカル勝負、空中戦だとかっていうところでもかなり戦える選手なので、うんうん、わざわざ自分たちが根気して、うわー大変とかってなるようなことが、ちょっと、薄らいでくるようなセンターバックのこう守り方にはなってくるシーズンになるのかなと思います。なんで自分たちの良さをより発揮できる位置になると思うので、そこら辺注目いただければなと。はい。もうここだけはもう期待しておいていただいていいんじゃないかなと思うので、これは先に言っておきたいなと思います。はい。あと、続いてそのサイドバックボランチ行ってからちょっと下、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、続いてこのサイドバックのところは、うん、まあこれだから、ある意味では若手組は大変になっちゃうんですけど、うん、まあさん、はい、橋本健人という、まあこれね、はいはいはい、もう去年の1年前の段階からもう内定はしてた選手になるんですけど、はい、この特集でもね、先生教えてくれましたけど。そうなんですよ。はい、あの、レベルとしては、うん、相馬勇気、うん。え、そうなんですね。そのレベルが来ます。だから、それこそもうちょいだから生まれるのかでタイミングが違ってれば、東京オリンピック行っててもおかしくなかった人が、そうなんです。レノファに来ます。で、これその、僕らはね、あの、ミルワカマンデーライブって毎週1回やってるんですけど、はい。それで、11月頭ぐらいかな、そこであの、大卒のね、あの、メンバーの紹介みたいなところで、北は北海道、コンサドル札幌から南はね、FC 琉球みたいなところバーってやってたんですが、うんうん、そん中で私も断言してるんですけど、来年アシストラン J2 アシストランキングのトップ3に僕はこの橋本選手へーいるんじゃないのかなと。押しますね先生。押しますね、はい、でもそのレベルの人なんだよってところだけは分かっといて。なるほど、ちょっと楽しみですね。はい、いただきたいなってところがあるんですよね。で、あとは今福岡から一人桑原選手ってこともやってきたりするんですが、まあ来年もこれも延長の可能性が高いなって思うし、あとはセンターバックもやるし、ボランチもできるし、サイドバック、ウィングバックもできるって石川選手もいるので、このあたりがまあ右左になってきてってことで、うまいことレノフはやれるんじゃないのかなと思っていますと。でもただそうなると思うのが、あの、オレンジなんです、実は問題は。はい、ブランチ。はい。さっき言いましたけど、センターバック若手活躍できる年になるんじゃないか。そしてサイドバックはもともとね、うん、いわゆる下の方しかいません。はい。守備的なミッドフィルダーは、うん、逆に、先輩方しかほぼいないんですね。なるほどね。なんで、はいはいはい、まあ若手のボランチだけ欲しいなってところはあるんですが、
まあ、山口さんといえば、お隣から借りることもね、近場から借りることも結構あるチーム。はい。サクレッチェ広島さん。はいはいはい。で、来年ボランチちょっと二人もしかしたら広島のレギュラー争いからちょっと危ないかもしれないなっていう人がいて、いずれも J1、J2 経験がそれぞれあるような方々ですから、松本選手、同期選手っていう世代別代表経験者の二人が、僕山口来るんじゃないのかなってのが、ちょっとあった。お見立てが先生ですね。はい。ちなみに土肥選手に関して言えば、二人目の方ですね。はい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 、J1 出た時には、うん、基本的に13キロ程度走ります。一試合で。それだけもうめちゃくちゃフィールド上動くんですよ。はい。そんなのが上手い選手。13ってすごいですよね。12で、はい、いわゆる偏差値70ぐらいのものを考えていただきたいんですけど。12とかはね、たまにすごいねっていう数字で出ますけど。そうそう。13だから要は、全国トップクラスですね、要は。すごい。そのレベルのスタミナなんですよ。ただ、じゃあ彼のライバル誰かって言われたら、青山さん。はい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 。無理とは言わないけど。高い壁ではありますよね。高い壁なのよね、はい。しかも今シーズン途中まで川辺駿さんでしたから、ライバル。そうそうそうですね。まあなかなか難しかったってのもあったと。もう一人松本選手って言うんですが、実は彼今年大宮行ってるんです。はい。あれ大宮の今の監督といえば、下田さん。下田さん。で今うわ名探偵ここにつながる。でレノファは今ちょっと渡辺さんから監督変わって今夏香さんにやってられてますけど、ちょっと下田大成のサッカーに近いんですよ。俺はじゃあ下田大成経験した人がここに戻ってくるってなったら入ってくるってなったらでかいじゃん。はいはいはい、なんていうところも。つなげ方もできないことはないということね。そういうことでございますと。なるほどですな。はいで、そう考えたときに、大体前でこの松本土肥とか、あとは田中選手とかもそうだけど、前でフィルタリングできればいいのと、はい、あとはセンターバックの方々は、基本空中戦が強い方々揃ってんだけど、うん、唯一言えば、地上戦に強いセンターバックがいても面白そうかなっていうところで、一人実はね、センターバックのところのインに、僕のこれおすすめっていうので入れてるんですが、はいはいはい、村岡翔吾選手。はい、はい。まあ、レノフ山口といえば最近東院横浜大とのつながりがでかいチームなんですよ。そうなんだね。その東院横浜大にいるセンターバックの村岡さんで、うんうん、実は彼、出身高校をちょっと聞いてほしいんですよね。出身高校。はい。これだけでね、あ、確かに地上戦とか足元良さそうだなっていうのがわかります。うんうん、広告高校。広告高校、やっぱり。もう出身高校って最近はね、広告高校って言っとけば。うんそうなんですよ。なんか当たる確率がっていうぐらいになってきましたもんね。そうなんですよ。うんうんうん、で、最近広告国で、まあ、古橋選手とかもいるけど、はい、J にしっかり入り出したっていうのは、実はこの村岡選手たちが高校生だった当時なんですよ。あ、高校3年生だった時だったんですよ。はい、はい、はい。今のラトビアに、名古屋からね、ラトビアに行った大垣祐樹選手とか、うん、今、鹿児島にいる島津雷星選手とか、うんはいはいはい、岐阜にいる村田斗真選手あたりが、そう、大体同期1個下ぐらいになるんですけど、はいはいはい、その時のキャプテンがこの村岡さん。うん、だキャプテンシーがあって足元のある地上戦のデュエリスト。どうってのでちょっとお勧めをさせていただければって。があくまでどうですけど。はいはいはい。お伝えしておきたかったなって。お見立てですね。素材として合うんじゃないかと。選手です。はい、ございますよ、はいはい。そして今度前の方、黄色、黄緑、緑、まあもう一気にバッてこういっちゃおうかなと思いますが、はいはいはい、と。はい。うんで、こっちなんですけど、うん、ちょっと朗報かもしれないことをまず山口と皆さんにお伝えしたい。はい。やっぱ今年活躍した人で言えば、うん、特に印象的な活躍多かったのは、うん、草野選手ね。草野選手。うん。うん、印象的なゴールがマジで多かった選手だったなって思うんですけど、はい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 、今年。実はその草野選手、今、横浜 FC から来てるんですよ。うんあれ思えば横浜 FC ってとまさん。はい。なんかこの夏めっちゃ取らなかった。取りました。外国人選手含めね。ねえ、うん。ブローダーセンとか。いや、そうだ、そうだ。もういれば、はい、ブラジル。マニャ。ね、J1 の屈強なセンターバックたちをもう、チンチンにするサウロ・ミネイロさん。はい。すごい聞いてますよね。ねなんか第二のオルンガ感ある選手ですけど。うん、うん、そうか。うまいことおっしゃる。はい。うんそんな選手が来ちゃったもんだから、なるほど実は実力者である、例えばね、伊藤翔選手とかですら横浜市から松本に行ったぐらいなので、はいはいはい、北野選手が今戻れるかって言われたら、ちょっとまだわかんないなと。なるほど、なるほど。むしろ今、レノファに居場所がある状態なので、うんうん、これは、なるほど。草野くんと、はい、いうことはできるんじゃないかな。完全で加入する可能性も、なきにしようということですね。僕はあるんじゃないかなと思います。はあはあはあ
あともう一人、レノファ体現、これからサッカー体現していく上では、やっぱりレノファってプレスがすごいのよ、まず。はいはいはい、あの、今、首位のジュビロを最も苦しめたクラブ、レノファですからね。レノファのプレスがかいくぐれねえっていう状態でしたから。なるほど。で、このチームで、だからそれやっぱ本当は、プレス一番うまいのは、その草野選手とかもそうなんだけど、今、千葉からレンタルできてる大槻選手。はいはいはい。彼もね、今、千葉の前って言ったら、桜川、ソロモン選手とか、サウダーナ選手とか、ちょっと決定力高い選手たちが今ね、もう前にいるって形なので、はい、こっちも声掛け次第では残れるんじゃないかっていうのがありますから。なるほど。延長が期待できるんじゃないかとね。そうなんです。はいはいはい。で、レノファそれで積み上げさえあれば、またね、あの、ぐんぐん行くし、それこそここからまた J1 に育っていくね、選手たちは絶対多いと思うんですよ。まあ、だからとはラスト言わなきゃいけないのが一人で、高井和馬選手なんですよね。はい。ここが残せるかどうかがちょっと大きな鍵にはなると思います。ハーフね、もうほぼ全試合出てる感じでしょ、私もね。そうなんですよ。はいはいはい、で、最近もね、あの、直近2試合とかで、あの、2試合連続フリーキックゴールですか？ああ、そうだ。うん、はい。で、しかもこれがドラマなのよね、みんな。まあさん。ドラマ。去、は、年、いね、覚えてるかと。はい。もともと下田監督がね、ある意味この高井さんを取ってきたんですけど、うん、で、これで、お前がこうね、シーズン15ゴールなるような選手になったらな、なんてこと言ってて、下田最終年で彼は達成したわけですよね。うん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 、約束を。はい。で、今回その大宮戦で、その下田監督相手にして得点決めていくってのも。なるほど、その辺のドラマがね、なるほどね。うん、はい、はいはい。そうなんですよ。でもだからこそ、下田監督を大宮に連れてっちゃったらどうしようってのだけ今ちょっと気になってるんですよ、ね。それもある、ドラマがあるがゆえに、それもある。そうなんですよ。かもしれない。うん。はい、そのあたりだけちょっと気になるから。なるほど。あとは、さっきね、ちょっとオルンガみたいな名前出しましたけど、うん、このレノファってあれなんですよね。広島とかとも連携強いし、東院横浜大とかと、あとは大阪体育大とかとも連携強いんですけど、ほいほいほい、どこがって言われたら、うん、柏レイソル系の選手も多いんですよね。はあ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 、実は。例えば中盤の田中陸選手もそうですし、うん、あと、まあ、下部組織時代ですから、浮田健生選手なんかも実はそうだったんですよね。なんで、今年柏の人数が40人ぐらい今いるんですよ、この年末の段階で。保有人数が柏レイソル。レイソル自体のね。そう。はい、なんで、一人二人は、あ、まあ、てか、10人ぐらい移籍させなきゃいけないんですよ。へぇ、なんでそんな溜まっちゃったの、レイソルも。横浜 FC さんとかと同じで、うん、要はいっぱい取ってきたんですよ。はい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 。で、その結果、内定だとかもバーって取った結果、あらって感じになってて、で、ただ下部組織出身の選手も多いから、それ人数から除外されるとかってのもあるんで、なるほど。人数は出てる感じになるんだけど、でも、ただ全員出せるわけじゃないし、はい。だからそこら辺でレノファーちょっとポンポンと、宇野木選手、山田選手とかどうかなっていうの名前入れてみましたと。うん、アタッカーとしてはこれ欠かせないというか、今のね、高い選手ぐらいのところまでいけるって選手でもありますので、若いけど、うん、はい。ちょっと楽しみな選手になると思いますので。そ, いい、ね、そうなんですよ。うん、レノファーまた若い選手たちがまあやってきたり、来たりだとか、いろんな大学からこう注目集めてるチームだってことは変わりありませんので、はいはいはい、その選手たちともに行くぞ、うん、J1 そしてその下地をもう一回作り直すぞっていう一位になっていくんじゃないか。なるほど。と思います。はいはいはい。いや、すごい分かりやすかったですけど、いろんなご事情があってね。はいはい。そうやって回ってるわけですね。リーグも。そうです。チームもということで。そういうことなんですよ。あ、なんかいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、どんなチームになっていくでしょうかというね、説明含めてということでございます。うん、このシリーズ他のチームもね、ここまで北から来ておりますので、ぜひそちらも対戦相手になった時とかにね、覗いてみてくれると嬉しいです。お願いします。ということで、他のシリーズもいろいろやってます。ミルクサッカーアカデミーと申します。チャンネル登録、ね、高評価ボタンでグッとこれもね、応援していただけると嬉しいです。お願いします。はい。というわけで、井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。